マリア・キリレンコ、マリア・キリレンコ、マリア・キリレンコ、1987年1月25日体は、ロシア・モスクワ出身の女子プロテニス選手。2012年のロンドン五輪女子ダブルスで、ナディア・ペトロワとペアを組んで銅メダルを獲得した選手である。自己最高ランキングは、シングルス10位、ダブルス5位。WTA ツアーで、シングルス6勝、ダブルス12勝を挙げた。 7歳からテニスを始め、2001年にプロ転校。2002年の全米オープン女子ジュニア部門で優勝し、2003年から女子ツアー大会を回り始めた。2003年の全米オープンで四大大会本戦にデビューする。予選3試合を勝ち上がったキリレンコはいきなり本戦3回戦で第5シードのアメリモレスモに挑戦した。2004年全豪オープンでは、 予選で敗退したが、続く全仏オープンから本戦に直接出場できるようになった。2005年9月にチャイナオープンでツアー初優勝を果たしたキリレンコは、10月のジャパンオープンでもニコル・バイリソバとの準決勝まで勝ち進んだ。日本のトーナメントでは、2006年のトーレッパン・パシフィック、オープンテニストーナメントの女子ダブルスでアナイバ・ノビッチ、セルビアと組んだ。 準決勝進出もある。2007年3月初頭のカタールドーハ大会で、キリレンコは、マルチナ・ヒンギスとペアを組んで優勝した。キリレンコにとっては、女子ツアー大会でのダブルス3勝目であり、ヒンギスにとっては2006年に、現役復帰してからのダブルス初優勝であった。半年後の9月、インドコルカタ大会で、シングルス2勝目を達成。 キリレンコはこれまで4大,大大会女子シングルスでは3回戦止まりの成績だったが2008年全豪オープンの3回戦で第6シードのアンナ・チャクベタゼ同じロシアの選手年齢もキリレンコと同じに6から7、6から1、6から2で勝ち初めての4回戦に勝ち進んだ4回戦では第9シードのダニエラ・ハンチュコバに6から1、4から6 4から6の逆転で敗れ、ベスト8入りを逃した。2010年の全豪オープンでは1回戦で、マリアシャラポワに7から6、3から6、6から4で勝利、4回戦のディナラサフィナの途中、危険により、キリレンコは4大大会発のベスト8に進出した。準々決勝では、テイ・キヨシに1から6、3から6で敗れている。 2011年の全豪オープンでキリレンコはビクトリア・アザレンカと組んだ女子ダブルスで初の決勝に進出した。決勝で第1シードのヒセラ・ドゥルコフラビア・ペンネッタ組に6から2、5から7、1から6で逆転負けをして4、大大会初優勝を逃した。2012年の全仏オープンでナディア・ペトロワと組2度目の4大大会ダブルス決勝に進出したが、 サラエラニアンドロベルタ・ヴィンチ組に6から4、4から6、2から6で敗れ準優勝となった。2012年ウィンブルドン選手権では2010年、全豪オープン以来となる4大,大大会ベスト8に進出した。準々決勝でアグニエシュからドアンスカに5から7、6から4、5から7で敗れている。7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場し、 シングルスとダブルスの双方でベスト4に進出した。シングルスでは準決勝で同じロシアのマリア・シャラポワに2から6、3から6で敗れ、準決勝敗退選手2名による銅メダル決定戦でもベラルーシのビクトリア・アザレンカに3から6、4から6で敗れた。ナディア・ペトロワと組んだダブルスでは準決勝でセリーナ・ウィリアムズビーナス・ウィリアムズ組に5・7。 46で敗れたが準決勝敗退選手2組による銅メダル決戦でアメリカのリサ・レーモンドリーゼル・フーバー組に4から6、6から4、6から1で勝利し銅メダルを獲得した。最終戦 WTA ツアー選手権でもペトロワとのダブルスの決勝でアンドレア・フラーチコバルーシー・ハラデツカ組を6から1、64で破って優勝した。 2013年2月の PTT パタヤオープン決勝でザビーネリシキオも7、6、1、7、6で破り4年5ヶ月ぶりのシングルスツアー6勝目を挙げた。全仏オープンでは4回戦でベサニー・マテック・サンズを7から5、6から4で破り、全仏では初めてベスト8に進出した。準々決勝ではビクトリア・ザレンカに6から7、2から6で破れた。 大会後のランキングで10位になり初めてトップ10位を果たした。キリレンコは2012年12月にアイスホッケー選手のアレクサンドル・オベチキンと婚約した。しかし2014年7月に婚約解消を発表した。キリレンコは2014年9月のチャイナオープン1回戦でツベタナ・ピロンコバに敗れた試合を最後に公式戦出場から遠ざかっている。 2015年1月に一般人と結婚し、7月に第一子の長男を2017年7月に長女を出産している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。